ザクセンハーゲンは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、シャウムブルク軍のザムトゲマインでザクセンハーゲンに属す、市である。この小都市は、シュタイン風でこの南約6キロメートルに位置し、南の境界をミッテルラント運河に面している。ザクセン平川上川とツイーゲンマッハ川が市内を流れている。この町は、人口2210人で、 ニーダーザクセン州で2番目に小さな市であり、面積は15.53平方キロメートルと、州内で最も小さな市である。近隣の市には、レイコールロックム、ブンストルフ、バートネンドルフ、シュタットハーゲンがある。ザクセンハーゲン及びニンブリュケの2つの町が、ザクセンハーゲン市に含まれる。この市は、 ザクセン校であるアスカーニエン家によって1248年に創設された水木を中心に形成された。この城は1253年の文献にカストロサセンハーゲンとして記録されている。1297年、シャウムブルク博は未払いの嫁師の提投としてザクセンハーゲンを得た。町や城の名にハーゲンとつくにもかかわらず、 この町はもともとアウハーゲンのようなハーゲンジートルングが原型ではなく住民が農業の他に商業や手工業を兼業する農民のフレッケンを原型とする。1407年に町はフレッケン特権を終え、1650年にヘッセンの領主により都市圏を授けられた。1619年の火災で町の大部分が消失した。わずかに残った。 視聴者と上官、いくつかの中世や16世紀及び17世紀の建物の一部を見ることができる。1839年に隣接する空連がこの町に合併した。消防団の発足は1889年7月7日であり、その規約は同年に作成された。1912年に新消防団が設立された。この年からの新しい規約は、 w ライムバッハによって寄贈された。1916年のミッテルラント運河の完成に伴いザクセンハーゲンに港が作られた。この港は現在もこの町の重要な経済因子となっている。1945年以後大規模な住宅地や産業地区が設けられた。1993年市西部の旧連ガ工場近くの大きな窪地に 軍の廃棄物処理場が開館した。さらに西の任務力家近郊の森にあった、旧陸軍弾薬港跡に、2001年、野生生物、主保存センターが設けられた。ニーダーザクセン州の行政改革、市町村再編に伴って、1974年3月1日に任務力家を、町区として含む、本市は、ザムトゲマインでザクセンハーゲンの一員となった。 2010年1月28日に火災が起き、旧市街の木組建築の住居券オフィスが被害を受けたことに対して援助の波が広がった。ザクセンハーゲンは近隣の中級中心都市の誘引力に抵抗して産業地区へのさらなる誘致に努めている。シュタイン風デコ自然公園に近いにもかかわらず、この町の観光業は小さな役割を担うに過ぎない。 魅力的な自然環境の中にある、この街の魅力は、多くの新興住宅地を誘致している。エリーザベト協会ザクセンハーゲンでは、最初、1607年に建設された、市庁舎が、祈祷所として利用され、1712年には、首労が増築された。1650年の都市圏授与に伴い、白費余りエリーザベト2ヘッセンカッセルによって、独立した。 教会組織が設立された。この組織には、教会堂を建設する権利も与えられていた。教会堂は1663年から1676年に建設されたが、資金不足のため当初は、教会堂は建てられなかった。エリーザベト・トゥルンナー・ハルトマン夫人からの高額の寄付によって1976年に、教会堂の増築が可能となった。 この教会は1996年から1997年に徹底的な改修が行われた。2004年8月29日以降この教会はエリーザベト教会と改名された。この名前は本来特定の個人を指すものではなく、神は完全無欠であることを意味するものであった。それにもかかわらず、信仰の喜びのシンボルである聖書の登場人物、エリーザベトや、 慈悲のシンボルである聖エリーザベトと結びつけて考えられるようになった。約2000人の信者を有するプロテスタントイコールルター派教会組織はシャウムブルクリッペ地方教会の一部を成している。1963年にザクセンハーゲンに創設されたカトリックの聖ヘルツイエズ教会はリントホルストの聖バルバラ教会の司教会にあたる。 ザクセンハーゲン視聴者ザクセンハーゲンの市議会は13、議席からなる。ザクセンハーゲン上ザクセンハーゲンには、3つの、運動場と、体育館、フィットネスス,スタジオ、屋内テニス場が、それぞれ一つずつある。ニンブルッケには、ケーゲル場がある。スポーツクラブ SV、ビクトリアザクセンハーゲンは1900年に創設され、サッカー、テニス、レクリエーションスポーツなどの部門がある。 サッカーのホームゲームはカナル・かなるシュタディオンで開催される。ザクセンハーゲンには基礎家庭学校、ゲルダ・フィリップゾーン・シューレがある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。